はい、おはようございます。金ちゃんです。いつもご視聴、いいね、コメントありがとうございます。ただいまの気温6度で撮影しております。おはようございます。私は今、留萌市にあります見晴らし公園というところにやってきました。この見晴らし公園では SL が状態保存されているとのことで、ちょっと撮影に行きました。まだね、朝なので公園人時間帯少ないです。今ちょうど一人、お一人様来た感じですね。で、飾られているのが D61 というやつです。はい、これ日本に1台しかないです、これ。はい、製造はね、何両か製造されたみたいなんですけど、生い立ちが書かれてますので、これね、D613 号車の生い立ち。 D613 号車は昭和14年1月26日 D511181 号として、笠戸工場かな、笠戸工場製造され、その後米原、駿河、原町、福島の各機関区と転属廃車され、昭和35年9月に、羽幌炭の輸送を主に目的とし、国鉄郡山工場において D50 蒸気機関車6両が、二軸ボギーに改造されましたよということですね。で、D51 を改造して、名前が変わったのが D61 っていうことで、まあ、この D61、はい、でした。全部でこのお車は227万2955キロ走っとるっていうことで、すごい長く間ね、走ったんですね。はい。で、こういう感じで、はい。状態保存、めっちゃいいですね。塗装をね、多分してくれたんでしょうね。海も近いですしね。じゃあ、表の方から、時計回りで回っていきたいと思います。はい、正面こんな形ですね。一応うちの千葉のその旭市にも、あのね、その SL、 あれも DC63 か51か、あの、まあ、D51 か忘れたんですけど、まあ、飾ってありまして、まあ、それね、自分その昨年ね、見に行きました。あ、今年だったかな。あ、今年かもしんねえわ。はい。で、ね、意外とね、自分山武市なんですけど、住んでるのが、あ、こんなところ、近いところにあったんだってね、あの、初めて気がついたわけなんですけどね。まあ、そのね、朝日のその状態保存されているその SL 保存、まあ、保存場、まあ、まあ、公園になってまして、神社もあってね。で、そこは柵があるんですね。柵、やっぱ柵があるから、柵越しなんでね、どうしてもね、見づらいんですよね、撮影とかもね。こんなくっきりには見えませんので。はい、あ、すごいですよこれ、うん、鉄泊ですわ。鉄泊、青空鉄泊。はい、あ、これね、下は台車。下台車って言いますね。これよく、これわかります？これね、軽トラとか、あの、まあ、トラックにも使われてるんですけど、これ多分、名前多分一緒だと思います、これ。名称。これリーフスプリングですね。はい。まあ、軽トラとかもそうなんですけど、このリーフスプリングを、まあ、下から順に抜くのかな？抜いたりして、この車高の調整を、まあ、できると。そういう感じですね。はい。
いやーすげえわー、これシャーシブラックの塊ですわ。はい、まあ後ろにもうなんかなんか石炭とか積んだのかもしれないですけどね。まあ木炭か、まあ木材なのか。はい、ちょっとね自分 SL 詳しくはないのですが、まあこういう感じですよって見てもらえれば嬉しいです。はい、後楽遊園地で僕と握手、これナックル連結機ですね。こういう感じ、まあ多分左右対称だから多分一緒だと思うんですけどね。リーフこっちもね、こっちもね、同じようにねリーフスプリングとかね作ってますね。台車が長えな。でもこの床下周りはね、トラックの床下とちょっと似てるっちゃ似てますよね。リーフスプリングもそうですけどね、フレームとかね骨格が。D61-3 です。はい、あ、弁がついてますね。これあのエアホースとか使う時のあの空気送るのに切ったり送ったり、まあまあガスとかもそうなんですけどね、そういうストックが、あのレバーついてますね。はい、こんな感じで、塗装されてます。すげえな、シャーシブラックの塊。まあこれ鋼なのか鉄ではないと思うんですけどね、多分こ当時は鋼なのかな、これも鉄かな。はい、ちょっとね手がねかじかんで寒いんですけど、6度なんでね。はい、こんな感じです。でもう一回ね反対側行ってこの動画締めたいと思います。はい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 、はい、正面はこんな感じです。これね、駅でね見た時にこの D61 日本に1台しかないということでとても希少ですね。はい、ここでしか見られません。はい、本州でも見られませんし、九州でも見られませんし、北海道のこの留萌市の見晴らし公園でのみ見られるね D61 号機ですね。はい、こんな感じで、見晴らし公園の D61 号機のSL の紹介でした。ではこの動画締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。